斉藤良栄四月十七日から千九百九十六年三月三十日は、日本の実業家。大正和聖子名誉会長。東海の暴れん坊の異名を取った。大正和聖子創立者、斉藤智一郎の長男。斉藤智一郎の長男として、静岡県に生まれた。静岡県立沼津中学校を経て、千九百三十八年、早稲田大学専門部召喚。 1941年日本、大学専門部法科各卒業。父、友一郎が創業した大昭和製紙に入社。取締役、専務、副社長を歴任。1961年父の死後、二代目社長に就任。1980年から1981年にかけて大昭和は過剰投資、過剰在庫、過剰借り入れにより、経営危機に陥った。 1982年、両鋭は、相談役に退き、弟の重げが三代目社長になった。1989年に、長男、後期を社長に就任させた。1993年11月、ゴルフ場建設をめぐる元宮城県知事、本間俊太郎への一億円増案容疑で逮捕された。1995年10月、東京地方裁判所から、 執行猶予付きの有罪判決を受けた。1996年3月30日、脳梗塞のため79歳で死亡。医師がシェの肖像を代償は再建に当たっていた、住友銀行とは絶縁した。住友が、ゴルフ場や絵画を売り払ったことに対して、恨み骨髄の思いを抱いていたからという。1970年夏、田子の浦港のヘドロ郊外が、 大きな社会問題になった。約150の製紙工場から毎日200万トンの排水が垂れ流しにされてきた結果で、その33%は大昭和系工場からのものとされた。1990年5月、フィンセント・ファン・ゴッホの医師がシェンの肖像を125億円で、ピエール・オーギュストル・ノワールのムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会を119億円で落札して話題となる。 その際、日本館で見るるのはある。ゴッホはいいよ。死んだら、カンオケに入れてもらうつもりだという文化を冒涜する。発言をし、文化遺産を灰にするつもりかと英仏の美術界から猛烈な非難を浴びる騒動を招いた。後に、作品に対する愛情を表現した言葉のあやと残している。石橋への肖像は、斎藤の死後、サザビーズに売却された。両英は、 旧世沼津中学校、早稲田大学と陸上競技の選手でもあった。そのことから自社に陸上競技部を創設し、小掛るじ、鈴木章介、室伏修信などといったオリンピック選手を輩出した。また両栄は野球にも熱心に取り組み、自らが選手権任監督として代償は政治公式野球部を創設した。荒川宗一。 石井藤吉郎を要して1953年の第24回都市対抗野球大会に初優勝を飾り、3度の都市対抗野球優勝を果たすなど競合チームとしてその名を知られた。また北海道白井郡白井町の大昭和製紙白井工場にも野球部を作った。両英自身も大昭和製紙の経営者となってからも、本社と白井の野球部を熱心に支援し続けていたという。 1952年に両英は静岡県体育協会会長に就任し、1958年まで務めた。1957年に静岡県で開催された国民体育大会では自ら静岡県選手団の団長を務めて、草薙陸上競技場での開会式にて許可最終奏者を務めた。また、白尾工場建設の際に、 吉田全財の協力を得たことがあったため、そのつながりで競争場を所有したこともあった。両英が亡くなった後に4男の司法師が競争場のオーナーとして活動している。ありがとうございます。